今日入学式を迎えたのは全日制の県立高校90校です。今年創立240年を迎える福岡市早良区の周遊館高校では、新入生11クラス合わせて440人が新たな高校生活をスタートしました。中上智文校長は、 AI の発展で便利な時代になっているが、人と人との関係でしか経験できないことを大切にしてほしいと式辞を述べました。そして新入生の前に出されたのは、中国の思想家孔子の肖像画です。中学生として文に武に頑張ろうという新入生の決意を鼓舞するものとして掲げています。新入生は明日早速実力テストを受けるなど、高校生として忙しい日々を送ります。